下から引き上げてくるときに、手が浮いてるんですよ。あ、ここ、そう。うん、で、その場合って、ベッドから剥がす感じになってくるんですよ。ベッドから剥がす。ここから、そう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 。中音から入ってきて、なんか浮きません、うん、さっきのこれもそうなんですけど、引き上げてくるときに、ここが当たって、まあ、ここに飛んじゃう感じがするので、ここから巻き上げてくるんですよ。で、ここで引っ掛けながら、そう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 。当てて、この摩擦を使って、それと一緒にお肉が一緒にくっついてくるので、当てて、ここから、そう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 、指が逆に細ってもいいです。最後指がつく感じ。そう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 。動くお肉もそうだし、ちょっと摩擦がかかるので。うん、そうですね。見てあげてください。なんかこう、最初のってどうなんでしたっけ？最初のこんな引っ張ってる感じ。ああ、そうですね。癒され感が面白いですね。なんかなんかわーって。なんかちょっとねじっこい感じがちょうどいいかもしれない。場所をしっかりと確認。じわーっていう感じがします。いい感じです。最初のはなかったけど、お尻のところと向こうに押す、そこもちゃんと捉えてから動作に入る。そう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 。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤンミョ、よろしくお願いします。